そう、そしてですね、噛みちぎられてこうブチってこうちぎれる肉片がもう痛そうで怖くてですね、これももうインパクトがすごいんですよね。ゾンビショップ店長がお届けする日刊ゾンビ、今日はゾンビ図鑑ということでミゲールゾンビを紹介します。この動画ではゾンビ映画に登場する様々なゾンビに焦点を当てて、登場シーンや特徴、能力について考察し、その魅力を語っていきます。今回はロメロ監督のゾンビに登場したうつろな表情のゾンビについて語っていきますので、最後までご覧ください。ちなみにこのチャンネルではゾンビ映画の紹介や解説、ゾンビカルチャー紹介などゾンビファンに楽しんでもらえる情報を発信していますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、ということでですね、まあ、いよいよこのゾンビ図鑑も第7弾になりまして、今回はロメロ監督のゾンビに登場したあの超怖いインパクトのあるトラウマ級ゾンビミゲールについて今日はですね語っていきたいと思うんですけれども、まあ楽しみにしてください。ということで早速ミゲールゾンビが登場するシーンについてまずはね語っていきたいんですけれども、このミゲールゾンビですね、映画の序盤に登場するこのアパート突入シーンで、出てくるわけなんですけど、まあ部屋がバーンと、開け放たれてですね、そこでこうロジャーがその部屋の中にいた、ゾンビとですね、まあ、同僚のスワット隊員と一緒にこう、格闘しているシーンがあるんですけれども、その、赤い衣装を着てて髪の毛がボサボサの女性のゾンビをですね、こう2人の隊員が、あ、2人でこうロジャーと一緒にですね、こう投げ飛ばしてこう射殺しているシーンがあるんですけど、そこのシーン後ろを見るとですね、ちらっとこう部屋の中からこうフラフラとミゲールゾンビがこう出てきてですね、そしてアパートの廊下にこうフラフラーっとですね、ロジャーやスワット隊員の脇目も振らずですね出ていくわけなんですよね。すると奥さんらしき女性がですねミゲールっていうふうに名前呼んで、そのミゲールゾンビにこう抱きつくんですよ。するとミゲールゾンビは、まあ、奥さんの呼びかけに反応するようにですね、こううつろな表情でこうクーッとこう顔をこう向けるとですね、口をガーッと開けて奥さんの肩にガブリッとこう食らいついて、まあ、肉片をガーッとこう噛みちぎるんですよね。それ悲鳴を上げるんですよ、奥さんがギャーッと。するとスワット隊員が、まあ、奥さんをですねミゲールからこう引き剥がそうとするんですけど、今度はミゲールがですね奥さんの左腕にまたガブリッとこうさらに噛みついてですね、肉の腕の肉をこう噛みちぎり、そしてうめき声を上げながら暴れていくんですよね。でそこで階段の下にいたスワット隊員のこうバババババと一斉射撃によって、まあ撃たれて沈黙してしまうミゲールゾンビというシーケンス、一連のシーケンス流れになるんですけれどよね。はい。でこのシーンでこのミゲールゾンビがこう異様なのがですね、やはりこの無誘描写のようなうつろな表情と こわばった姿勢でこうゆっくりこうのそのそと歩き回るこう動きなんですよね。でこの動きがですね、まさにロメロ監督のこういわゆる一般的なこうノロノロゾンビを代表するような動き方で、こうめっちゃ不気味なんですよね。で初めてこの映画見た人はまずこのミゲールゾンビにこう異様なこうトラウマ級の不気味さを感じたっていう人も多いんじゃないでしょうか。私もめっちゃこれミゲールゾンビがトラウマになりましたね。はい。でこの映画ではこうミゲールゾンビが、まあ、3番目に登場するゾンビなんですが、前の2体と比較してどちらかというと前の2体はなんていうかな、飢えた猛獣のようにスワット隊員にこう襲いかかってくるんですが、これがですね、まあ従来のホラー映画に登場するモンスターの、まあ、範疇に収まってるっていう印象なんですよね。ところがこのミゲールゾンビはですね、こう得体の知れない非人間的なこう表情と、こういう表情とこう動きでですね、いかにも、まあ、こうゾンビという他ないこのインパクトが、ここで初めて映画を見た時にこうめちゃめちゃインパクトこう観客に与えるんですよね。むしろこう最初の2体のゾンビがどっちかというと凶暴性っていうものと、あと人間に対してのこの必要なこうなんていうの執念っていうこの面をこう見せておいて、このミゲールゾンビが
こう呆然とした動きっていうもので、そしてこの動きからですね、突然奥さんに食らいつくっていう、このギャップと描写がめっちゃ怖いんですよね。そう、そしてですね、噛みちぎられてこうブチってこうちぎれる肉片がもう痛そうで怖くてですね、これももうインパクトがすごいんですよね。やはりこうトム・サビーニのこう特殊効果技術の賜物なんじゃないかなっていうふうに思いました。でさらにですね、このミゲールゾンビがこう容赦ないんですよ。もうめっちゃこうもうガッとこう噛みついて、めっちゃ大きな肉の塊をこう噛みちぎるっていうのを見て、手加減ないやんっていう風にこのヤバさが強烈に脳裏に焼き付けられましたね。はい、まさにこう序盤に登場する怖いゾンビとして、もうこれ以上の存在はないっていう、そんなミゲールゾンビでした。でこのミゲールゾンビを演じている役者さんなんですけど、その方はですね、お名前がトミー・ラフィットさんと言います。でこのトミー・ラフィットはですね、当時撮影当時ピッツバーグのウィルキンソンバーグにあるホーナーミドルスクールという学校の社会科教師だったんですって。なんでこうこの社会科教師が、ゾンビ役でエキストラでこう出演することになったっていうのが、まあ不思議な縁をね感じるんですよね。ちなみにこのミゲールゾンビが奥さんの腕をこう噛みちぎろうとするときに、特殊メイクを通り越して本物のあの腕の皮膚を噛んでしまったらしいんですよ。ということで痛いって言ってですね、女性がこう悲鳴を上げてるのは演技じゃなくてこう本物だったっていうことなんですよね。これ面白いエピソードだなと思います。これあの過去にこのチャンネルで配信した、ゾンビの、小ネタ10選でも、触れてますので、まあ、そちらもまた興味があれば見てみてください。はい、じゃあここからが考察なんですけど、このミゲールゾンビについてはちょっと私なりに、謎がありまして、今回はその謎について考察してみたいと思います。まず一つ目の謎はですね、ミゲールゾンビがこう登場した時に、初登場した時にこうなぜか、ロジャーと、黒人スタインが目の前にいるのに、そのロジャーと黒人隊員には襲いかからずにこう素通りして部屋を出ていくんですよね。これがまあ謎だったわけですよ、私なりに。そして二つ目の謎は、なぜこうミゲールゾンビを見つけた奥さんがミゲールって言って隊員の制止を振り切ってミゲールゾンビに抱きついたのかっていう、まあ、この2つの謎なんですけれども、まあ、おそらくですね、部屋が閉ざされた時、このミゲールは生きてたというふうに私は、考察するわけですね。というのもですね、まずこの部屋の中にミゲールと奥さんがいて、なんかこう突然このあの片足のないおっさんゾンビと髪がボサボサで赤い服着てる女性のゾンビに2人が襲われてしまうわけですよ。まあ襲いかかられるわけですよ。でミゲールはですね、とっさに奥さんをかばうわけですね。そこでもしかしたら、この2体のゾンビのどちらかにちょっとこう噛まれてしまったかもしれません。でそこで、ミゲールはですね、こう奥さんが襲われては危ないっていうことで、奥さんを部屋の外にこうなんていうのかな、追いやって、そして部屋のドアをバーンって閉めたんじゃないかなって思うんですよね。鍵もかけたかもしれません。でそれでミゲールは、奥さんをかばってこうゾンビにこう襲われてしまうっていうシチュエーションが考えられるんですよね。でその挙句、ミゲールはこう死亡してしまって、ゾンビ化してしまう。それでミゲールはですね、生前の記憶に強烈にですね、こう奥さんに対する心残りがあったんじゃないかなと。これはあの以前このチャンネルでゾンビ図鑑で考察したフライボーイゾンビに近いと思うんですけど、この脳裏に強烈に奥さんのことが残ってたために、こう自分がゾンビになったことに半ば気づかずにですね、ロジャーと黒人隊員の前を素通りして一心にですね、こう奥さんを探しにふらふらと部屋の外に出てったんじゃないかなと思うんですよ。それで、ロジャーと黒人隊員に襲いかからなかったんじゃないかなっていうのが私の考察なんですよ。妄想も入ってますけどね。でそれでですね、奥さん、ミゲールが自分をかばってこう部屋の外に、出されてしまったことで、部屋に取り残されたミゲールのことを奥さんすごい心配してたんですね。で、バーンって部屋が開いた時にミゲールがこうフラフラってこう出てきたので、あ、ミゲール無事だったのねっていう風に勘違いして、スワット隊員の制止を振り切ってこう抱きついてしまったんじゃないかなと。でその結果ミゲールゾンビが奥さんに噛みついてしまったので、まあ結果としてですね、
ミゲールはですね、奥さんを探しに本能的にこう外に出たんですが、最終的にはゾンビのこの本能的な欲望に抗えなかったんじゃないかなと、耐えきれなくて奥さんの肩と腕をこう噛みちぎってしまったんじゃないかなと、まあ、結果的にはですね、悲しい結果になってしまったわけですよ。はい、というふうにですね、まあちょっとこう妄想してみたんですけど、はい、いかがだったでしょうか。ということでですね、今回のゾンビ図鑑、ミゲールゾンビを紹介してみましたけれども、まあ、この ミゲールゾンビがどのような状況でゾンビ化してしまったのかっていうのを、まあ、私なりに構想というか妄想してみてですね、なんかちょっと物悲しいストーリーになってしまったんですけれどもね。はい、というわけでした。で、このゾンビ図鑑企画ではですね、取り上げてほしいゾンビがもしいましたら、皆さんもコメント欄にリクエストぜひコメントください。今日はここまでです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。これからもこのような動画を配信しますので、この動画がいいなと思った人はぜひ高評価ボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。真夜中過ぎに起き出してくる魔物たち、息を潜めて夜の闇の中にうずくまる獲物が通りかかる時を自由